とうとうやってきました、この日。ででん。井上尚弥対フルトン。見てください、このメンチ切り。ね。気合入ってますね、井上さん。はい。今日解説したいと思うんですけど、ぶっちゃけチャンネルで。うん、まあ、テキャラ予想はね、前も言ったんですけど、6ラウンド以内 KO、井上くん。うん。あとね、トカシさん来たら聞いてみますけど。うん、まあね、フルトンは確かに強いチャンピオンですけど、みんなが言うほどそこまで俺強くないと思うんだよね。なんであそこまで過剰評価するっていうか。うん、で、井上の方がね、全然、うん、実績もあるし、ただフルトンはまあね、上の階級で無敗で2団体持ってる。まあ確かに強いですけど、パンチ力、うん、タフネス、全部井上の方が勝ってると思うんで、うん、まあ、井上くん6ラウンド以内で KO と思います、はい。まあ、あとはね、終わった後ちょっと、うん、まあ見てもらえば分かると思うんですけど、うん、また後でまたやりたいと思います、まあ、とりあえず渡嘉敷さん来るんで、あと聞いてみましょう、うん、元スーパーフライ級チャンピオン川島さんです。お願いします。大橋ジムの一人目の世界チャンピオン、そう、スタートライン予想ですか。まあ、10ラウンド井上尚弥の KO 勝ち。10ラウンド、はい、俺6と思うんだけどね。いや、僕フルトン見たんですよ。そしたら最初僕も早いラウンド KO 勝ちだったんですけど、はいはいはい、思ったより足のステップ切り返しとかがうまいかなと思ったんですよね。結構捕まえるのに時間がかかるんじゃないかなと思って。でもフルトンって思ったより打たれ強くないでしょ。そうですね。で、確かに逃げ足あるんだけど、クリンチでごまかすのがないけど、はいはい、結構打たしてくれるじゃん。そうですね。ただあの、うん、足が、うん、僕ダニエル・ローマン戦見たんですけど、はいはいはい、結構こう来られるとうまく足をステップ使うなっていうのは思ったんですよね。俺昨日の睨み合いで、あ、そうなんですよ、ダウヤすごい燃えてましたよね。だから6ラウンド、はいはい、初め僕判定勝ちを予想したんですけど、でもあのちょっと気合いの入りは、はいはい、まあ絶対倒すだろうなっていう、はいはい、そうだ、今日ね、畑が来ないんだって。そうですよね、あいつ、解説解説ですね。今日よろしくお願いします。はい、お願いします、はいはい、じゃあ、どうしたん、これ何ですか。今日の予想を、今日の予想は、はい、予想って言うとね今日ですね、それはもちろんあれでしょう、ね、井上チャンピオンが9ラウンド10ラウンド TKO 勝ち。僕は6ラウンド以内、僕は10ラウンド10ラウンド、うん、はい、もっと早いかもしれない、まあ、4ラウンドにチャンスが来てそれで倒せなかったら9ラウンドって。昨日のメンチ見ました。え、見た見た、すごいですね、気合入ってましたね。気合入った、だいたい気合入った時さ、普通のやつはダメなんだけど、あ、そうですね、日本チャンピオンは勝つんだよ、不思議だよ。井上君としては珍しいですよね、あんなに。そうですね、あ、盛り上がったからね、うん、逆に絡まれてい や, いや、いけるいける、まあ、あんまり力入りすぎたんですよね、うん、いや、でもイライラした時の方がいい試合してるんだよ。ああ、そうなんだ。あの、ほら、あの ロドリゲスが、はい、のトレーナーが、いや、井上チャンピオンのお父さんで、ああ、はいはいはい、ああ、ありましたね、この野郎見とけよって、二郎に、まあ、だ意外にね、普通はダメなんだけど、井上チャンピオンの場合は腹立った方が倒すんだよね、うん、じゃあ井上 KO ってことですね、みんな。そうですね、もちろん KO、はい、勝つでしょう。じゃあ楽しみにしましょう、はい、はい、試合結果を、はい、はい、おい、お疲れです。すごい試合でした。すごい試合だったでしょ、完封圧勝だって。だからランド、KO ランドを外したけど、でもフルトンの、はい、この、まあもっと足を使おうと思いましたけど、ね、これだけ近い距離で勇敢に戦ったのはすごいですね。じゃあプライドだね。はい、あとフルトン中田で井上君のパンチこう流したの、ね、そうですね、あの最後の、うん、やっぱダウンのパンチはまともに入っちゃってましたけど、うん、それ以外は流してましたもんね。そう、その最後のダウン取ったのもやっぱり1ラウンドずっとボディーダウン、そうですね、やってながら最後に、はい、井上チャンピオンのボクシングは計画ちゃんと遂行するから、ね、はい、頭いいですよね、頭いいね、先の言葉を考えてね、素晴らしい。
ほやビデオ見ないから、はい、いきなり出会って、いきなりカーンで戦うからね。え、渡嘉敷さんそうだったんですか。そう、さっき言ってたの。考えて戦ってるね。渡嘉敷さんの時、考えて戦ってた。え、相手のビデオの見ないタイプだったんですか。いや、そう、見ない。俺も見ないよ。あ、本当ですか。あの頃の選手見ない、見ないね。渡辺さんみたいに。すごい、めっちゃ見て研究してましたよ。だから、あの、なんだっけ、徳山君に一覧の経営をしてもね。あれはたまですけど、たまらないですよ。渡辺二郎さんじゃない、研究しだしたの、みんな。渡辺二郎さんは研究してたんですか。すごい研究してた。1回目、くせに騒いでも、2回目、しっかりカウンターと、渡辺さん。でも、すごい。なんか、俺の採点ではもうフルランド、井上君なんで、はい、で1ラウンドか2ラウンド10対10ぐらいのラウンドがあってもいいぐらいだったんだけど、はい、なぜかでもフルトンだったからドキドキしながら見てるんだけどですね。なんかね、井上君ちょっと雑になったりする。ちょっと今日そう、今日できてましたね。楽しみに思いっきり力入ってたもんね。フェイスオフがちょっと力みに入っちゃったんですかね。で井上君ね、今日右体重で全部やってた。はい、でもあれもちゃんと計算したのかな。そうですね、すごいな。やっぱ天才ですね。天才だな、はい、だって無敗の2団体チャンピオンだよ。堂々と目の前で打っちゃってるんだから。すごいのがまたタパレスが見に来てリングに上がって次の試合の約束する。はいはい、ね、はい、すごいね。盛り上がりますよね。すごいですよね。4年かかったバンタム統一を1年かからないで、1年かからないですよね。ですよね、はい、半年で4団体統一みたいな感じですよね。4団体制覇を、まあ、2回目でしょ。ああ、すごい。これでまた4団体制覇、あ、じゃあ12月でね、ああ、できて、まあ、ちょっと体を作る間、1年ぐらいは多分、ああ、スーパーバンタムに残るとこ。残んないでしょ。残りますよ。いや、井上ちゃんともそう言ってたよ。ああ、体作りが時間かかる。テレビ見たでしょ。4団体統一してスーパーマンとか残りますかね。いや、体をね、スーパーフェザーに急に上げたら、あ、井上君に言わないと、俺がいたからお前が俺が初代ワシングルチャンピオンだから。そんな直哉様に言えませんよ。どうだよ、初代は超えられないよ。さすがに初代は超えられない。俺がチャンピオンなかったら言えませんよ。なかったら分かんないけど、言えませんよ。すごいチャンピオンが出たな、しかし。そう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 、生きてる間にこんなすごいの、ね、見えるのは幸せですよ、ね、幸せだよな。次が多分年末だと思うんで、いや楽しみですよ。天国に行ったら近いの。俺もう決めた。次生まれ変わっても天国、もう一回ボクシングやるわ。天国行ったら、あの間もし会ったらいっぱいやるよな、はい、いや生まれ変わったら井上直哉になりたくないですか。俺井上直哉の彼女です。あ、練習つらいからですか。そう。じゃそうだよ、良い名前になりたいな。なりたいですよね。まあ、彼女よりやっぱりヒーローだった方がいいですよ。終わっちゃった。だって、振られたら終わりじゃないですか。彼女だったら、名古屋に。浮気されたら終わりだよ。振られたらガッツリ返っとってるから。ほんで合わせたのに。ぐだぐだ。まあまあ、まあ、多分ね、今日井上くんの試合みんな見てると思うけど、本当もうすごい、もう、あの日本で歴代多分1位は間違いないじゃないですか。いや、すごい。世界でもね。いや、世界でも1位になるよ。いや、1位っていうか本当に今までの経験の選手でもなるね。だって世界チャンピオンがこれだけ口を揃えてすごいっていう選手なかなかいないですよ。タイソンまで行ってるんだよね。はね、そうだよな。そう、タイソンも認めてますもんね、直哉のこと。じゃあってことで川島さん、はい、締めてください。はい。もう直哉は本当最強のボクサーです、はい。これからも楽しみにしていてください。あとね、はい、あの自由が丘で、自由が丘でこういうアクセサリーのお店をやってるんで、ね、皆さんよかったら待ってまーす。待ってますよ。はい。あと小牧浄土のお酒も美味しいんで、ぜひ飲んでください。さようなら。トガチキジムで待ってます。サブチャンネルを立ち上げようと思います。一応ステージ4って言われて丸8年生き延びてる人間なんで、多少はなんかアドバイスができると思うんで、まあそういった、ね、相談とか自分がやった治療法とか、ちょっとこれからはそっちのチャンネルで流していきたいと思うんで、ぜひそちらの方もご覧ください。で、これはね、本当に収益につながったらその収益の一部を寄付しようと思います。
まだ寄付する団体とか決めてないんですけど、ね、サブチャンネルを立ち上げる決意とその報告をさせていただきました。ぜひよろしくお願いします。